今回は2016年アニメ炎上事件5選を解説するぜ。この年はどんな炎上があったの？終わり方がダメだったり、作画崩壊したりで炎上したアニメが目立ったな。やったー、レムー、作画崩壊大好き。喜ぶことじゃないだろ。なおもろなネタバレがあるのでご容赦願います。最初は4月から放送の迷いがだぜ。バスツアーで廃村に来た男女が不思議な体験をする話だ。これはホラーとかミステリーとかそんな感じのアニメかな？と思うよな。ところがそうでなかったのが炎上した原因でもある。この作品の監督は水嶋勉さん。ガルパンと白箱がヒットした後のオリジナルアニメだからとても期待されていた。さらにシリーズ構成はあの花や花咲くいろはの岡田真理さん、謎の存在のデザインはメイドインアビスのつくし明人さんが担当していて、これは傑作になると多くの人が予感したぜ。豪華スタッフだね。それならすごく面白かったんでしょ？そうであれば炎上しなかったのだが、1話では30人の人生やり直しツアーに参加した男女が、観光バスで地図にない村の七木村に訪れる。ワクワクするやん。2話でバスを降りた一行は熊の足跡のようなものを見つけるんだ。これ、本当に熊なの？さらに主人公の三つ宗は南子さんが良い匂いがすることに気づく。これは重要な伏線だろうね。3話で木の幹に爪痕と血痕を発見。これはやっぱり何かいるよ。さらに皆が謎の鳴き声を聞く。きっと熊よりもっとヤバい奴がいるよ。そして三つ宗は謎の存在を目撃するんだ。怖がる人が出てきて、山を降りようという意見も出始める。これは本格ホラーだね。さすが水嶋監督。皆は結局残ることになり、野菜が採れる畑を見つけた。誰もいない廃村のはずなのに、仕組まれてるの？4話でバスの運転手が森の中で、亡くなった自分の娘を見るんだ。なんと、この村はあの世と繋がってる？5話では、皆が様々な幻覚を見たことを打ち明ける。盛り上がってまいりました。さらに三つ宗は巨大なペンギンのようなものを目撃する。怖すぎ。6話では巨大な般若を目撃する人も。一体何が起きてるんだ？こうしてみんなが様々なものに襲われるんだ。これは真相が気になる。それぞれが見ている幻覚は、それぞれの過去のトラウマと関係のあるものだということが分かってくるんだぜ。そして古い新聞を読んで、ヒロインのまさきは実はずっと行方不明だったことが分かる。怪奇現象はなくなって幽霊になったまさきが起こしたことにされて、7話でまさきは縛られてしまうんだ。それはちょっと飛躍しすぎじゃない？8話で、まさきは過去にこの村にいとこと来たことがあって、消えたいとこに会うためまた入る方法を探していたと説明した。その間まさきちゃんはずっと行方不明だったの？そう、バイトして暮らしてたそうだ。この辺から話が意味不明になってくるんだが、皆はまさきを信用せずに命を奪おうとするのだが、そこにバスが来て三つ宗とまさきを連れ出すんだ。なんか強引な展開だな。9話で南子は過去のトラウマと向き合えば、幻覚は出てこなくなるんじゃないかと推理する。10話で三つ宗は村の外に出て、そこで多くの真相を知る神山さんという老人に出会うんだ。いよいよ全ての謎がわかる？神山さんは心理学者でずっとこの村の研究をしていた。この村では心の傷が具現化する現象が発生する。心の傷が癒えると村から出られるのだが、その後急激に肉体が衰えて老いるとわかった。それが今の神山さん。それは怖い。幻覚は七木と呼ばれ、神山さんは七木を村に置いてきてしまったから老化するようになったらしい。11話ではみんなも心の傷がなくなってきて、気力も失せてきたんだ。このままだと神山さんと同じになってしまう。やばいじゃん。最後の12話、三つ宗を自分だけのものにしたい親友が巨大な七木を具現化させて襲ってくる。ただのホモ嫉妬やん。真相は簡単に言うと、神山の娘が父の老化を阻止するためツアー客を利用して村の七木を刺激しようとしていた。はぁ、そんな話だったの。そしてまさきが探していたいとこも彼女が産んだ七木で、人間ではなかった。イマジナリーフレンドってやつね。その後、みんなが急に反省しだして、帰りたくなってきたとか言い出すんだ。なんか強引にまとめようとしてる？最後はみんなでバスに乗って帰路に着きましたとさ。めでたしめでたし。めでたくないよ。最大の謎の、その村で七木が生まれる理由は何だったの？さあ、説明されてないしわからんけど。足跡や木の爪跡や鳴き声や何個の匂いは、畑の野菜は、どれも七木じゃ説明つかないよね。なんだろうね、水嶋監督や岡田さんの脳内にはちゃんとした理由があるんじゃない？伏線ぶん投げやん、それじゃ炎上するわ。ですよねー。というわけでこのように炎上しております。惨憺たるありさまだね。Google 検索もこんなですわ。ここまでひどいのはそうはないのでは？名監督のはずの水嶋さん、どうして？みんなおそらく同じ水嶋監督のアナザーみたいなホラーアニメを期待していたと思うぜ。でも迷いが過去と向き合うがテーマで全員生存して帰る、という話で肩透かしに感じた人が多かったんだろうな。炎上って期待外れだった時に起こるものなんだね。
でも迷い側のあと30人みんな神山さんのように老化したかもしれないし、そういう意味ではホラーなのかもな。それは怖い。次は4月から放送の熊巫女だぜ。田舎の巫女の女子中学生と、喋る熊のギャグアニメだ。あーこれは炎上してたみたいね。なんでだろ？主人公の町はとても内気な少女なのだが、11話で村おこしのために仙台のアイドルコンテストに出場した。町ちゃん偉い。ところがステージで緊張して失敗して、怖くなって逃げ出してしまうんだ。町ちゃん、ピンチ。その後の12話の、町のいとこでコンテスト出場の発案者の吉尾の発言。これが一つ目の炎上の理由だ。なんて言ったの？吉尾はこの村には昔、娘を生贄にしていた話が伝わっている。それは現代においては巫女に置き換えられる。町には酷だけど村の代表としてみんなのために頑張ってほしいと発言したんだ。え、犠牲にするってひどすぎるんじゃない？だな、吉尾はもともと人の気持ちがわからない人物なのだが、ここはシリアスな雰囲気なのでかなり印象が悪い。後に原作者も SNS で吉尾のあの発言は、ひどいなぁと話しているぜ。原作者もダメだしとは。ってことは兄より展開なの？この吉尾のセリフを含め、町が仙台のアイドルコンテストに出る部分はアニメオリジナルだぜ。そしてもう一つの問題点。町は田舎に戻って、熊の夏と楽しくじゃれ合う。夏はもう何も考えなくていいんだよと言って、町はキャッキャウッフと明るく笑って終わる。これは、それでよかったのか。最初から見てないとわかりにくいけど、町は都会に憧れていて、都会は町には無理という夏と喧嘩することが多かった。このシーンは仙台でのショックで夏が都会っ子になりたい希望を忘れ、幼児対抗してしまったように見えるんだ。そうなんだ、怖いね。このシーンは原作でもあるのだが、あくまでギャグであって次から夏は元に戻っている。ところがアニメはここで終わったので、夏が壊れてしまったような悲しいバッドエンドに見えてしまうんだぜ。構成が悪かったのかな？その結果、放送後は大炎上してしまったんだぜ。えらいこっちゃね。なんと日刊スポーツまで炎上を報道したんだぜ。そんな大手紙が深夜アニメの炎上を報道するとは、12話の脚本担当のピエール杉浦さんはツイッターアカウントを削除してしまった。なおピエール杉浦さんは10月から担当した刀剣乱舞花丸でも、炎上騒動で叩かれているぜ。炎上に縁のある人なんだねー。そんな中、7月7日に公式サイトが、アニメは原作と編集部の正式な許諾を得て制作していると説明したんだ。これは言い訳っぽく見えるな。原作者も吉尾がひどいという発言を削除し、そのせいで事態が大きくなったことを謝罪したんだ。そして町が仙台に行く網折り展開は自分の発案であることを認めたんだぜ。じゃあなんで吉尾のセリフがひどいと言ったんだろう。忘れてたのかそこだけチェックしてなかったのか。その後、8月24日に発売されたディスク版の12話では、吉尾の生贄についてのセリフはカットされた。また最後に夏が東京に行くことになって、町が自分も行くと言って立ち直る、というシーンも追加されたぜ。そう直すくらいなら最初からそう作ればよかったのに。ちなみに炎上中だった6月25日、熊巫女のイベントをするのが不謹慎だという声が上がったぜ。その少し前に、秋田県鹿角市で熊が人を襲い、4人が亡くなった事故が起きてるんだ。なのに8月に北秋田市の熊牧場でコラボイベントをやるのは不謹慎だと言われた。なんか踏んだり蹴ったりだね。次は7月放送の能力バトルアニメクオリディアコードだぜ。これはシナリオ担当者がとても豪華なんだ。俺がいるのは渡渡さん、デートアライブの立花講師さん、変態王子と笑わない猫の相良壮さんが担当してるんだぜ。じゃあストーリーはすごかったのかな？ああ、ストーリーは超展開もあってよかったぜ。ストーリーはな、なんとも意味深な。1話、30年間、謎の侵略者との戦いが続いている近未来の日本。能力者の少年少女たちが戦いに駆り出されていた。そして東京、神奈川、千葉から史跡と自跡の6人が選出され、この6人が敵との戦いの指揮を取ることになったんだ。なかなか面白そうじゃん。千葉の自跡の千草霞は渡さんが担当していて、俺がいるの引きがや8万にそっくりだぜ。千葉県民なのも同じか。しかし、1話からすでに作画が怪しい。まだこのくらいならセーフ。まず4話でやらかしてしまった。いくつかのシーンの絵が動かず、コマ送りだったり紙芝居みたいだったりするんだ。特にここの朱雀一夜と天川舞姫が敵に突っ込むところがカクカクでひどかった。どうして？ただこの回は配信版で修正されたので、今見るとそうひどく感じないかもな。それはよかった。6話のこの料理の作画も気になったな。動かないんだからちゃんと描いてー。結城葵さんが演じる天川舞姫は好きなキャラなので、作画はちゃんとして欲しかったぜ。顎尖りすぎー。そして極めつけが9話、千草兄弟は本来はこういう感じだけど、霞の顔がこんなになってます。顔が渋すぎる、あんた本当に高校生？その妹のアスハもこんなことに。ちゃんと書いてあげてー。
そしてこの作品で一番有名な作画崩壊シーン。じゃあ、顔が。ただここは中割りの一コマなので、見ていてそう気になるわけでもないんだよな。ああ、こういう切り取りはやめた方がいいね。作画崩壊アニメで一番有名なシーンが中割りというのはあかんね。ストーリーは衝撃の超展開があるし、キャラクターも魅力があるのに、ほんともったいない作品だったぜ。特にこの舞姫は明るいターニャでグレチャフみたいで、青ちゃんにすごく合っていたのにな。せっかく声優さんが頑張ったのにね。次は10月から放送のユーリオンアイスだぜ。男子フィギュアスケートのオリジナルアニメのヒット作だ。フィギュアのアニメって意外と少ないよね。これはなんで炎上したの？炎上した理由は、トレパクだぜ。トレパクか、定期的に出てくるね。10話の ED が顕著で、例えばこのように、海外のニュースサイトの写真をトレスしている。あらら、これなんかも。もろにだねー。ただ DVD 互換に画像元の AFPBB ニュースのクレジットが入ったらしいぜ。事後承諾だけど許可取ったんだねー。それはよかった。しかしトレスは他にもあった。上の背景絵を下のようにちょっと変えただけで使っているんだ。これはあかん。そして有志が上の絵をデザインした人に質問をしてみた。デザインした人の希望は、ユーリオンアイスの公式から自分がデザインしたことを発表してほしいということだった。それは当然だね。ところがディスク版はその部分を少し直しただけで、アナウンスはないままだったんだぜ。え、それは最悪の対応では。さらに原案の久保光郎さんの、パクリ容認発言が見つかったりしたんだぜ。これはないわ。このアニメは他にも様々な批判があって、Google 検索はこんなことになってるぜ。カオスすぎる、ファンには残念だろうね。最後は10月放送のロングライダースだぜ。女子大生がロードバイクに乗る話だ。自転車のアニメだね。これはなぜに炎上？それは、作画崩壊と、晩作尽きたせいだぜ。また作画崩壊ですか。まずいきなり3話が放送延期になってしまった。出だしからつまずいてる。1話を再放送して、その次の週に3話が放送されたのだが、その3話でもうすでに作画が怪しくなってきていた。なんだかおかしい。4話はもう明らかにヤバい。顎がとんがってる、落書きみたい。そしてついに力尽きた。完全な作画崩壊だ。ここもやばい。また顎が、1、2、3、だ。もう限界に来てしまったようで、なんとまた5話が放送延期になってしまった。一周置いてまた延期ってやばすぎ、ある部分、メド編やイモイモを超えているのでは？そして次の週は特別編という名の、1話から4話の総集編が放送されたんだぜ。いや5話で過去を振り返られても、振り返るの早すぎるよ。休んだだけに次の5話の作画はまあまあだったが、6話では不気味なモブレイサーが、怖っ、こんなの見たら逃げる。7話で盛大に崩れ始める。右手どうなってんの？指がぐちゃぐちゃになってる。怖いよ。ここなんかもう。なんだよこれ？ゾンビか宇宙人か？ホラーアニメだよもう。この画力で、水に濡れたシャツを表現しようとしてるのが勇者すぎるぜ。こことか間違い探しみたいになってるぜ。左上のこの椅子がない。食器とかの作画もひどいけど、まあそれ言ったらうちらも首だけで浮いてるけどね。唐突に冷めためた発言するな。8話、謎の料理を食べる家族。何これ、唐揚げと豆腐とたくあん、美味しそうに見えないのは確かだ。最後に自転車のイベントに参加するのだが、モブがみんな同じ見た目。クローン人間か。その後作画は改善してきたものの、11話と12話は1ヶ月延期になってしまった。まあ1年延期したメル編メド編よりはずっとマシかね。メド編やイモイモを基準にしたらあかん。なお制作会社のアクタスはトラブルが多い会社で、ガルパンやレガリアといった作品でも制作が遅れることがあったんだぜ。ガルパンは水島監督が作り込みすぎたからかもしれないけど。以上、2016年アニメ炎上事件5選を解説したけど、どうだった？かなり大規模な炎上があったので、炎上マニアには良かったんじゃないかな。その作品が本当に好きな人にはたまったものではないだろうけどな。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価をお願いします。この年度ごとの炎上動画シリーズってどこまで遡るの？やれるだけやろうかと、それではまた次の動画で。